はい、それでは6月にリニューアルしたばっかりの新しいホルホー山荘、こちらをご紹介したいと思います。はい、それでは早速今回ご案内していただくのは、このホルホー山荘の及川恵子さんです。及川さん、こんにちは。こんにちは。すみません、ちょっとお忙しいところ、今日ご案内していただくんですけども、はい、今回リニューアルされたホルホー山荘、はい、ポイントはどこら辺になりますか？はい、3つありまして、はいはい、1つはまずワンコの部屋ですね。ワンちゃんのお部屋が12ルーム増室になりまして、はいはいはい、なんと冷暖房完備と。完備で、はい、完備なんです。すごいですね。すごいです。もう1つはトレーニングルームもできまして、ここはフィットネスジムとして、はい、一般の皆様、宿泊のお客様を使っていただけるよう新しくできました。それが2つ目、はいはい、そして3つ目は、はい、なんと大浴場が大改装されましてリニューアルオープンいたしました。ね、これが私一番、ね、楽しみで今回来たんですけどね、はい、ここがおすすめでございます。はい、はい、では早速いいですか？ちょっとお忙しいと思いますけど、はい、ご案内。ではこれからご案内いたします。はい、ありがとうございます。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、では行ってみたいと思います。はい、では新しいお部屋こちらです。はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、下がフローリングで。そうなんです。はい、あ、なるほど、いい感じですね。広々としてます。洋室ですね。はい、洋室です。はい、はい、ほほほほほほ、なるほど。あ、これがワンちゃんの入るケージですね。そうなんです。随分大きい。大きいです。はい、大きいワンコちゃんも入ってるような大きいケージを用意いたしました。はい、はい、これですね。お部屋もゆったりですですね。ワンコちゃんはこのフローリングうろうろしても別に構わないわけでしょ？大丈夫ですね。はい、ベッドの上とか椅子の上だけはご勘弁。はい、なるほど、そうですね。あとが大変ですからね。あとがいろいろ大変です。大変ですよね。はい、はい、しかしなんかこういいですね。こうある意味で、シームレスなやつ、なんていうんですか、ペットとの距離感が。そうです ね、一緒に我が家と同じ感覚でゆっくりしていただけるので、ね、うん、はい、はい、いいと思います。そしてちょっとお風呂ですね。そうです。はい、こちら、こちらです。すごいじゃないですか、これは。そうなんです。なんとワンちゃんも、はい、で洗えちゃいます。シャワールームです。飼い主さんと一緒に入れるこのワンちゃんと一緒 の家族風呂ですね。これすごいですね。これなかなかどうなんですか？ ないんじゃないですか？ないと思いますよ、ね、これアイデアですね。評判はいいです。下のもともと洋室でルームはありましたが、はい、そこの部屋にも設置してまして、はいはい、そこでもやはり評判は良かったです。あ、やっぱりね、はい、なかなか一緒にお風呂入るっていうのでこういう形やれば安心ですし。そうですよね、なかなかお家でワンコちゃん洗うとなると大変なことになっちゃうので、うん、なりますね。はい、はい、なので、なるほど、一応基本は洗ってからお泊まりくださいっていう注意書きはありますが、はい、ここへ来ちゃったらまた気持ちよくなっちゃいますから、はい、ぜひ。そうですね、また入ると入るとまたすっきりしてワンコもリフレッシュです。はいはい、ちなみにワンコ温泉に入るってことはできないですか？残念ながら温泉はないんですが、足湯はございます。足のみ。足の、はい、あ、そうですか。それどっち、外ですか？え、外にあります。あ、そうですか。玄関横にございます。あ、そうですか。あ、寒さはバッチリです。バッチリですね。はい、はい、もうね、本当に家のいい環境じゃないかっていうね、なんでしょうね。はい、はい、でゆっくり飼い主さんと、もうなんて言いますか、ゴージャスなね時間を過ごせると、そういう時間を過ごせるということですね。まったりゆったりしていただけます。はい、はい、では次行きましょうか。はい、では次はナンバー2のトレーニングジムへ参りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ではこちらへどうぞ。はい、はい、さあ、ではトレーニングルームですね。フィットネスルーム、こちらです。はあ、これはすごいですね。はあ、素晴らしい。そうです、これは本格的なトレーニングができますね。そうですね、はい、これで体力作りもバッチリです。バッチリですね、はい、鏡もありますので、はい、自分の姿を見ながらシェイプアップもバッチリです。エアロビクス教室もできますね。できますね。インストラクターさえいればここで教室もできます。すごいな、はい、あれ走るやつでしょ。そうです、ね、ランニングと自転車とバイクと、
あともなんかいろいろ私のわからない機材がいっぱい、はい、及川さんここで鍛えられてないんですか？まだです。あ、そうですか。ではということはこれから使用前使用後やれと言われてます。あ、少しシェイプすると、ね、いや、そうですか。もう見た目全然問題ないんですけど、体脂肪 30% もありますから。なるほど、体脂肪っちで、ね、体脂肪減らさなくちゃいけない、はい、ビフォーアフター、及川さん、及川さんのビフォーアフター楽しいですね、こちらも後ほどね、報告したいと思います。はい、ということでナンバー2は、このそのリフォーム、リニューアル、その2は、はい、こちらのフィットネスジムです、はい、では次行きましょうか。はい、では次はいよいよ大浴場へ、大浴場へ、はい、行きましょう、はい、はい、さあどんな風に変わったんでしょうか。すごいです。はい、では新しくリニューアルされました期待の大浴場はこちらです。今回リニューアルされた大浴場には寝湯、ジャグジー、打たせ湯、サウナ、香り湯、立ち湯、壺湯、そして露天岩風呂など多彩なお風呂が揃っています。はい、ということで及川さん、今回の、ホロホロサンスのリニューアルの、ご案内をしていただきましたけど、はい、なかなかこう見ますとね、あのこの大滝というフィールドを使って、はい、こうなんていうんですか、癒しプラス健康みたいな ね、 そ う、 ですね、ね、そういう路線でこう行けそうな感じがしてきたんですけどですね、アスリート、これはアスリートといえば、はい、ちょっとそこ行きましたか、はい、ここへ行っちゃいました。キューちゃんファームをですよ ね、 ね、もうキューちゃんファームで採れた新鮮な野菜をね食べながら、これもまた健康に ね、 ね、こうつながっていくということでね、そうです、まあ、この自然の中で、川の音を聞きながら、森のね鳥の声聞きながら、ね、癒されながら温泉に入りながら、そうです、でトレーニングをしてですね、そうなんです、そして健康づくりです、健康づくりと、はい、しかもね、あのいつも家族の一員のワンちゃんもそうです、ニャンちゃんも連れてこれますから、はい、もう家族総ぐるみで健康づくり癒しで、はい、バッチリです。なんか本当長期滞在の、ね、場所としては素晴らしいですよね、はい、はい、いいと思います、はい、おすすめの場所です、はいはい、ということでね、今回新しくなりましたホロホロサンスをご紹介しましたけどもね、あのどうぞね、皆さんもぜひともあの一度いらして、新しくなった温泉トレーニングジムを利用していただければと思います。そしてペットお持ちの皆さんはね、ぜひとも一度来ていただいてですね、家族総出で、ね、楽しんでいただければと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。